事件は木の葉が色づき始めた那須高原で起きた。ロケとはいえ久々の開放感に浸り、ドリームはいつになくハイテンション、ドライブを満喫していた。しかもね、ラブ4のねスピーカーもめっちゃ音いいし、ところが阿部エリエを突然の惨劇が襲った。ドライブにぴったりだよ。イエーイ、さすがさすがさすが。阿部エリエ頭部強打事件発生。かなり頭を強く打ったが大丈夫なのか。このハイテンション、やはり打ちどころが悪かったのか。事件はジャパニメーションの傑作ヴァンパイアハンター D の試写室で起きた。映画にのめり込む2人、ところがこの後恐れていた現象が。めっちゃ怖い、やばい、あの顔が夢に出てくる。アミ、暗い試写室で撃沈。中島アミ、爆睡事件発生。ヴァンパイアハンターの D と、うん、あの女の人、うんうんうん、レイラ、うんうん、なんか約束をする場面覚えてる？あ、ないってか。その時ちょっと違うとこ行ってた。ちょっと抜けてた。まあそのところで勘弁してください。いただきます、いただきます、いただきます、イエーイ、いただきます。シュガーカルトのボーカルティムとドリームの聞き寿司対決。じゃあいただきます。和食が大好きというティム、ロケ終了後彼から意外なリクエスト、それは。ご覧の通り本わさびをぎっちりって、それは入れすぎなのでは。さらにさらに醤油皿にもわさびをたっぷり。何の罰ゲームだこれは。This is so good. シュガーカルト激辛事件発生。I love wasabi. Thank you.わさびの食べ過ぎにはご注意を。